今日はスペシャルゲストを2人呼んでおりまして、福住さんに続きまして、アウンミャッテーさん、そしてツアンマミさん、まあ、ベトナム、ミャンマーから来ていただいております。で、まあ、簡単に、まあボリューム2生存ということで、まあ、生存の仕方、生存とは何なのか、そしてアジアにおける、まあ、今日の限界芸術、そしてアナキズム との関係性等々についてお話ができればというふうに思ってます。で、私秋田公立美術大学1年生の籔本と申します。で、私自身本業は実は法律事務所をやっておりまして、まあ、法律の仕事をやればやるほどですね、こう何でしょう、 まさにミシェル・フーコーが言ったような形で、もうがんじがらめ制度があって、もうみんな、生きながら死んでるような風に私自身感じてしまっていて、どうやったらそれを超えていけるのかなっていうことのヒントが、まあ実はその東南アジアのアーティストの表現の中に存在してるんじゃないのかっていうことで、私自身はその財団をやったりとか、プロダクションゾミア、あとキキナアートウィークっていう、まあ、いわゆるアートプロジェクトを主催しております。で、まあ、ちょっと話すと長くなってしまうので、まあ、簡略化しますけれども、財団の方では東南アジアのアーティストの作品のコレクションだとか展覧会をやったりとか、あとゾミアというのはこちらの本にもあるんですけれども、東南アジアの3階部に住んでいる、まあ、1億人から2億人いると言われていて、ずっと国家から逃げ続けているような方々で、そういう人たちって、まあ、基本的にはアニミズムを信仰しながら、まあ、今回のテーマであるアナキズム、まあ、国家から離れていたりとかですね。で、アナキズムっていう言葉も最近では、まあ先ほど革命とかっていう言葉もあったんですけれども、相互補助論、相互扶助とかですね、まあ、いわゆる共生協力していくこともアナキズムの文脈に含まれるということも言われているというふうな形になってます。で、今回まあこのビル、6階まであるんですけれども、私は東南アジア、3階のアウミャッテさんの作品と、あとその階段にある前田光平さんの作品、あとツアマミさんの作品の、まあ、4作家、もう一人アウンミンという、ミャンマーの現代アートを作った方の作品4点を扱わせていただいてます。で、先ほどまでご参加いただいていたカスヤ先生と一緒にですね、ポーランド、ウクライナの、まあ、作品と、作家さんたちと一緒に、まあ、展覧会を作っているような、形に、なってます。で、過去にもこちらの場所で、ミミズの越境者たちっていうような展覧会をやらせていただいたり、去年アナルコアニミズム、私の今書いている論文とかではアナキズムとアニミズムとアートって実は一緒なんじゃないかっていう仮説を実は立ててまして、まあ、ちょっとこれもかなりダイナミックなんですけれども、そういう展覧会をやらせていただいたりとかをしているような形です。まあ、これは避難でのプロジェクトですね。まあ、この辺りはまたお話しさせていただければと思うんですけれども、ちょっと前置き長くなりましたので、まあ、今回の、ゲストであるツアンマミスさん、アウミャッテさんから、どうしましょう、自己紹介をいただいて、今彼らが行っている実践の話を、まあ、通訳がつくんですけれども、20分ぐらいずつぐらいでお話しいただいて、でそれを踏まえて福住先生からアナキズムとか限界芸術という視点からコメントをいただけると嬉しいなというふうに思っているようなところです。じゃあまず先に、どうしましょうかね、マミさんからいきましょうか。よろしくお願いします。Thank you everyone to come today, and thank you Yuto and Kokorum to host this event today, and of course the Osaka Art Festival. And I don't know what should I start, because we have very short time, but I want to talk a lot, so maybe I'll try to figure it out. But one of the things that today I feel very impressive, because the idea of marginal art, and also the concept of like art for the dead people, or art for people who not be heard and not be like seen. So I would love to because why I feel very touched by that concept, because my work quiteit's relatedly very connected to my work too, because somehow it bring me back to the context of Vietnam, when in earlier my practice, I have a lot of question about what is art, what the art meaning for society, and what the art meaning for politics, because in our
our situation in our societies or political situation is really a bit difficult and very different with the art or the art system in Japan. So maybe I will show a bit about the art in Vietnam, then you can understand why I am more interested into the society and more engaged with the art with the normal people, or what the previous talk about, like marginal art. Can you go to the... 本日お招きいただきましてありがとうございます。矢部元さん、そしてもちろん大阪・関西国際芸術祭、そしてここルーム皆様に感謝申し上げます。で今日はお話をするのですが、ちょっと時間が短いので、何を話せるかなというふうに考えながら今皆様とお話ししていますが、今回先ほどお伺いしたコンセプトの中でも特に限界芸術だったり声なき人もしくは死者そして見えざる存在の人のためのアートというものに私は非常に共感します。なぜかというと私の作品も非常にそういった要素がありまして、特にベトナムでは私もアートを始めて間もない時期はアートとは何か、この社会そして政治、の枠組みの中でアートとは何だろうかという問いを大きく持っていました。で特にベトナムにおいては社会的にも政治状況においても非常に難しい状況があります。そして日本の体制とはまた芸術体制の仕組みとはまた違うものがありますので、まずベトナムのアートについて少しご紹介したいと思います。そのご紹介することによってなぜ私が社会それから一般の人々と関与しながらアートをやっていこうとしているのかというのことを少しご理解いただけるかなと思います。その辺が限界芸術にも重なる部分かと思います。 So very briefly to introduce that in Vietnam we only known the peace, the peace life in last 40 years after the last war with China in thein the early 1980s. So actually one of the images I want to show is it impact to our life very much, because during that time in the 19 in like city in the city it's still a civil war that many conflict between the north and the south Vietnam. So the monk did a protestby burning himself to demonstrate that, you know, the freedom of expression, freedom of religion. So, and then that image come out to the international sort of dialogue or discussions, and then impact to the situation in Vietnam at that time. And it changed the situation and made the American left Vietnam, actually one of the very important action, and for me it's very relatedly to the art. まずベトナムについてご紹介したいと思いますが、まずこの40年間中国との1980年代初期 の戦争の後ですね、どのような私たちの人生 の生活への影響があったかということを話したいと思いますが、その前には60年代にはもう内戦がずっとありました。で北と南の間で紛争が続きまして、でこの見ていただいているイメージというのはある僧侶の方が証言の自由、宗教の自由に対して抗議活動としてご自身を焼死させるというアクションを行った時の写真です。でこれが国際的に見せられて世界がそれに対して反応して
ベトナムの状況を大きく動かすことになりました。そして大きな議論が持ち上がったわけですが、それこの写真が世界に流れたということもあって、それがアメリカがベトナムを去る契機にもなりました。And the other image that also really deeply rooted in our culture even until now, that after the period of reunion between the North and the South, the government, the new government, actually made a lot of like restriction that control like even the way of people think, the way of people wear, the way of people like gathering.So in the picture, he is a Kram as a, having a long hair, having a trouser, and also like he dance. So not, you are not allowed even to dance. So, you know, like nowadays when we think about the situation in Vietnam, it's much better. But still, the idea of control your activity of freedom, free speech is still exists until nowadays. But he's very clearly talk about that.そしてもう一つ今イメージ見ていただいていますが、これも今に至って文化の中核にあるものです。そして南北の統合があったわけですが、その後も新しい政権が非常に大きな規制を設けまして、人々がの考え、着るもの、そして集会に対して規制をかけました。でこの写真で見ていただいている人物像っていうのは長い髪の毛で挑発で踊っているんですが、踊ることさえ今禁じられています。ですのでベトナムの状況を考えるときに、まだこの支配、それから表現の自由、言論の自由の制限というのがあります。 And like at the result, like so many Vietnamese people left Vietnam, they ran away, and especially people from the south whowho consider themselves as a lost government. So they, thousands of people left Vietnam during the 80s and 90s. And it's also reshaped the culture and reshaped the mind of people and create so many drama, like so many painful history in Vietnam. So it's also a part of that idea thatis still related to today, that the conflict ofpeople about like the power, about how you should to talk and what you can talk, because it's very still very sensitive in term of politics to talk about Vietnam. その結果、大勢のベトナム人がベトナムを離れ逃げていきました。特に南部の人たちは自分の政府がいなくなってしまったということで、80年代90年代にかけて大勢の人がベトナムから逃げました。でそれによって文化も変革して、人の考え方というのも影響されていきます。でたくさん の苦しい、傷を伴うような、人生のストーリーがあります。そしてそれはまだ未だにも続いています。権力に対する、関係性、そして自分たちが何を、言えるか言ってもいいのか、そういったものが、政治との絡みの中でいまだに、すごく傷を帯びた、繊細なトピックとして立ちはだかっています。 So briefly to wrap up the Vietnamese sort of situation, that we still until now we still under very strictly controlby government about what can you show, what can you make art, and what art should be presented in the sort of public. And every event you have to be, to apply for permission, which like almost not possible for the contemporary art, because they don't teach contemporary art. So it's impossible for us to get permission. So in order to make art, we have to create sort of system, like underground system, like illegal system that wemostly like most of our space, like contemporary art space in Vietnam, made by artists. And also I also run like Nha San Collective, one of the like collective that we be together to open the space, open event to support for the contemporary art in Vietnam. And also I opened my house to make
like space for contemporary art happen. So that sort of situation that you do everything like underground, under the line of control by government. So yeah. It also made me question about why art important, why art dangerous for the, like for politics and what meaning of art. Yeah. So it's also like bring me to the way of thinking, what should I do art? まあ、ベトナムの状況についてはまとめに入りたいと思いますが、あのまだ未だに政府の規制が激しいという状況がまずあります。でそのアートを作って、見せるということ自体に対する規制、それから公共でどのようなアートを発表してよいか、それに対する規制、そして全てのアートのイベントに対して許可を取らなければなりません。で現代アートは許されていませんので許可を取ることができません。そこであのアンダーグラウンド、それから違法な形でアートの活動がなされています。で私自身そういったアートのコレクティブの一員でもあるのですが、アートセンターやコレクティブというのもアーティスト自体が自身で運営をしています。であのコレクティブとしてイベントを開催したり、それからベトナムの現代アートを支援しています。例えば私なんか自分の家を開放して、そこでアートが起こるように開放するしてもいます。ですのであの政府の規制がある中でアンダーグラウンドで全てやっていっています。で私自身大きな問いを直面して、まあ、アートとは何なのか、政治体系の中でどういう意味を持つのか、アートの意味とは何だろうかというものを考えながら活動しています。 So until this time I got a chance to know about Masuno art, but for me also I think it's very suitable to my practice to talk about, because before I was so concerned that is it the art or not, but I didn't care about if I have to make art. For me it's a way to connect to people, to the life, and also showing the invisible aspect of the reality of the material, or for example like talking about the plant, which like many story behind the plant which we didn't see, but behind the life of people, we only see the people like image, but what can we understood them? It's for me very important the meaning behind the surface.あの現代芸術について初めて知ったわけですが、私の実践に深く関わる部分、話せる部分があるのではないかと思います。私自身これはアートなんだろうか、アートではないんだろうかという問いについて考えたことありますが、私としてはそれは私には関係ないと。あのアートというのは人とつながる手段でもあり、そしてあの実際の現実素材の中が実際の現実としてなかなか可視化されない部分を見せるのがアートでもあるというふうに考えています。例えば植物について私は話すのですが、植物は見ると植物なんですが、その背景にはたくさんのストーリーがあって、であのそこから人々のどんなストーリーを理解することができるのだろうか、どういった意味を持つんだろうかというところが重要です。So on the picture, I made in 2011 that in Korea. It's a very early of my sort of social engagement work that I was researched. I was invited by a space art gallery as in you know, like organization there, and then I just was so surprised that whole the area, the village, only the old people living, all young people move to Seoul, to bigger city to work, and then you still can see that so many school and also like public space and market be abandoned because no more people, only old people living. So I found out that they have a very beautiful culture that they use a big table like this table, and then they.In their culture, they put outside the house as a social platform that people
that you would gather like the local like neighbor people to be together drinking, and also after the work time and school time they were waiting for their children to come back. But nowadays no people coming back every day, so the old people they couldn't maintain the pencil, so many of the table be broken, and they don't use anymore because it's broken, so nobody can fix it because they are old, no people using it. So I found it wonderful because when I walk to the village, so every day, even I cannot speak Korean, but every people like old mom, old father, they just like calling me and like, please eat and drink. And we don't talk, but we just drink together. And every time I walk to the village, I got drunk. So I found like really beautiful sort of the sort of life thing happened here, but we forgot about that with the modernity. So I decided to work with them to collect all the their table and then fix it and then install in the art space, in the art institution. And then in the weekend, I invite like all the owner, the old the mother to host the pencil, to cook and share the food and also share their life, talking, sort of like share their feeling to audience, but also to their children when they come back to visit them in the weekend. この写真は2011年 の, 韓国で開催したイベントなんですが、ここ私が社会に関与するような作品を作り始めた初期の時期の作品です。で韓国のアートギャラリーから招聘を受けたのですが、そこでに訪ねてまず驚いたのが、その町には年老いた人しかいないんですね。で若い人たちというのはソウルや都会へ出て行ってしまって、で学校だったり公共スペース等にはお年寄りの人しかいない。で、そういったリサーチをしながら、そこで見たのは、美しい文化があって、でこういったテーブルを囲んで家の前に外にこのテーブルを出して、そこが社会的な、一つの場になっているということを知りました。で隣人たちがそこで一緒に集って飲み交わしたり、そして通常それまでであれば仕事や学校が終わったらそこに人が、子どもたちも戻ってきたんですけれども、今は子どもたち戻ってくる子どもたちがいなくて、人がいなくて、でテーブルを維持することができず、テーブルも壊れてしまっていて使われていない状況がありました。ただその文化自体は素晴らしいと思いました。私自身韓国語は話せないんですが、歩いてたら他にもう人がいないので、お年寄りの、お母さんたちお父さんたちが私に声をかけてくれて、どうぞどうぞ座りなさいって、言葉は通じないんですが一緒に飲み交わして、私はもう外に出るたんびに、村に行くたんびに毎日いつも、飲むという酔っ払うという状況だったんですけれども、もうそれも美しい生活のあり方だなと思って、近代性現代社会の中で忘れ去られてしまった文化、となっていると思いました。そこで今回この時の、アート、施設で行った展示というのは、このテーブルを集めて、で週末にはこのテーブルのオーナーの人たち、お母さんたちお父さんたちに来てもらって、この集まりをホストするということをしてもらいました。でそこで料理をしてもらって、で食べ物を分かち合って、でいろんな人生の話、いろんな気持ちを観客の皆さん、それから週末に帰ってくる子どもたちと一緒に分かち合いました。 So by that time I got to know that there is a big Vietnamese community in Korea, which mostly they are the Vietnamese young lady who came to Korea to get married with a Korean man as a sort of like a training process. Like totally like for me is like very, very tough process. That they went to Vietnam and then imported young girl, and then like not selling, but like just like mess up people by like choosing like, okay, this one I want to make her to be my wife.
or Istanbul, then they send the girl to Korea. And then I want to like sort of working with them. But and then a few years later, I have a chance to go back to Korea. And then I start to research about that community. But my project actually about the Vietnamese pride, the jungle. But then when I work with them, I figured out there is a hidden invisible communities, more for me is more like touching. It's they are mom. So they many of them they brought their mom to come with them to take care of the baby. But the mom also can work on the farm, living a farm as a like sort of illegal worker. But they are living very lonely, like they also don't have any life in that condition. They live alone in a small room outside of the family, and then weekend they take care of baby, and then in the day they work in the farm. So I work with them, and then in order to work with them, I also go to the farm to work with them, and then be friends with them, cook with them, and then I make them work with them. So sort of my work is a process of like working together. であのその時点ではもうあの韓国に大きなベトナム人コミュニティがいるということが分かったので、あのまたあの戻ってきてここでそのプロジェクトをやりたいなというふうに思っていました。でそのコミュニティというのはベトナム人もほとんど、花嫁、授業というか、あの韓国の人たちがベトナムに行って、韓国人の男性と結婚できる人たちを見つけて、メールオーダーブライドの形ですが、それであのかなりあの大変なプロセスなんですけれども、あの若い女の子たちをベトナムから輸入してきて、であの韓国の人たちが望む、人たちをこうマッチングして、この人が欲しいという感じで、オーダーを受けたらその人を韓国に連れていくという、ビジネスがありました。で、あのそのベトナムの女性たちと私はプロジェクトをしたいなと思いまして、数年後に韓国に戻りました。で、私のプロジェクトというのは、まあ、この植物ベトナムのジャングルでしたので、あのそのプロジェクトの中でこの可視化されないコミュニティで特に、その中でも可視化されないのがその彼女たちのお母さんたちで、子どもたちあの赤ちゃんのケアをするためにお母さんを韓国に呼んでいたのですが、あのそれは全くあの違法という形で違法労働をしていて、であのそのお母さんたちが植物のケアをしあの面倒を見ていました。で、あの彼女たちは最も、もうあの孤独な状況にあって家族とは別に小さなアパートに住んで、まあ、一人で、で週末になったら赤ちゃん あのケアをしに行って、でまたこの、まあ、農業をする。で私はその彼女たちと一緒にプロジェクトをして、まず友達になって一緒に料理をしたり、しました。So my last project I want to share with you is about Vietnamese in migrating garden, which I started from 2020 when I was stuck in Taiwan for like about 10 months. And actually part of my project is present in this exhibition. So this I found like during that time is that everyone very sad, very worried, like at that chaotic time. Like, and then, but for me, I didn't know what to do in Taiwan. I didn't know like when I can go home. But then I have a chance to meet so many Vietnamese people because I feel like I want to connect it and understand what they are feeling during that time. And they also stuck in there. So many people like being illegal. Many people have a really like terrible sort of periods. And then now. During the meeting with them, I found out that one of the very important aspects that everyone start to want to collect Vietnamese plants, and first of all for their own use, but second of all they want to feel home. So when they touch the plant and they see the plant, they feel like home and they feel them. Family, they feel their like spiritual support.
and then they travel around the Taiwan to collect the plant and sharing the plant. And I found it a really wonderful and very powerful material, which we only see the plant as like plants, but it has so many layers, so many meaning for people, like Vietnamese people. And then I start to research about what is it, why it's important, and how you can recognize Vietnamese plant in other country. あの最後のプロジェクトをお見せしたいと思いますが、これがベトナムから移された庭のプロジェクトで2020年に始めました。で当時台湾に行ったのですが、コロナが勃発して10ヶ月台湾にあのスタックしてしまったんですね。であのその時のプロジェクトの一環なんですけれども、非常にこうあの危なかしい時期というか、あの大変な時期で、その台湾にもベトナム人の人たちがたくさんいて、その方々にお会いしたら同じように困難な時代を、まあ、私と同様にどこからもね、どこへも行けなくなってしまって台湾にいるという状態でした。ですのでそのベトナム人たちと知り合って、まあ、どういったことを感じているのか知りたいなと思って、そこから始まったプロジェクトだったんですが、あの皆さんにお会いしてあの気づいたのが、まあ、その皆さんベトナムからも持ってきたベトナムの植物をすごく大事にしていて、実際その用途があるわけですが、同時に植物と接することによってあの自国にいるなんかホームの感覚を得ているということに気づきました。で植物を触って見ると自分の母国というかホームにいるという感覚を得ている。であの家族だったり、そしてあの精神性なスピリチュアルなサポートもそこに見出していました。であの私は台湾中あちこち行ってベトナムの植物をあの収集していきました。そしてあのそのベトナム人の皆さんもそれを共有して、採集してということをされていて、それ自体すごく素晴らしいことだと思いましたし、その素材としてものすごくパワフルだと思ったんですね。で見ると、まあ、植物にしか過ぎないかもしれないんですけれども、そこにはいろんな層があって、でいろんな意味をベトナムの人たちにとっては、見出されていた。でリサーチを進めて どのような意味をそういった植物が持っていて、どのように使われているのか接されているのかというのを見ていきました。そして植物が他の国でどのように扱われているかというのも見ていくことになりました。 So after that inspiration, I start to digging or start to research about the plant, and I found there's so many things that we can learn from history, also fromfor future. Then, you know, like in the plant nowadays, almost plants have been immigrated from somewhere to the other place. And in our human history for thousands of years, that plant need the plant to travel with us for survival, for surviving sort of condition. But then in the colonization period, thatcolonizer, they spread the plant over the continents to exploit the land, exploit the worker or people. So, but only that they make a benefit for themselves, right? It's nothing for the local people. They don't care about local people. They come there, make a big plantation, and then get the resource and send back to their country. So it's like really topprocess that, you know, they exploiting the whole the global on with the plants. そしてこの、まあ、着想インスピレーションを得てから、植物にしてについて リサーチをしていきました。そしたらあの歴史から、まあ、未来につながるような題材がたくさん見つかりました。で植物というのは今あのいろんなところに移動していきます。であの人間の歴史において、まあ、この地球上私たちは植物がこう移動していくことを必要としていて、それが、生存の手段でもあります。ただあの植民主義の時代においては、植民主義をする側の人たちっていうのが植物をいろんな大陸中に、まあ、
撒き散らして、で搾取していったんですね。それは土地の搾取、労働者の搾取、人の搾取とつながっていました。でそれはその現地の人々に何かをもたらすというわけではなくて、自分たちだけのために取っていく仕組みで、全く現地の人たちに対してのことは何も考えていないという状況で行われたわけですが、大きな大農園を作って現地で、で採集したものはリソースとして自国へ持ち帰っていく、そういったグローバルな搾取のプロセスの中に植物というのも位置づけられていました。So in the last around 10 years, the many rich countries, mostly they are like, of course, like, before they used to be the colonizer, right? So nowadays they be very rich and powerful. So they start to think about, oh, very dangerous to bring the foreign plant to our country. So they create sort of a few idea about a foreign plant as an invader, as maybe can bring sort of a new species and then destroy their sort of cultivation, like destroy their farming benefits. So they make a very strict law about plant and seeds that people cannot bring into the country. But for Vietnamese people, and like for the people immigrants, they really want to have some plant, a home plant, to feel home, to survive in the foreign country. Is that a sort of conflict for them now? Because they have a hard life, but they also cannot bring something that they feel like homey. So I found like it's different many layers inside of the plant. So I decided to develop different garden project and work with the people, collect the Vietnamese plant from Vietnamese community in other each country, then create I call it a social platform that through the process of collecting plant and also creating the environment, like gathering people and then sharing the resource and then talking about their life. I think so. That's what I want to do, like to discuss about to give the support to the Vietnamese community in the other country, but also to discuss about the plan and politics of nowadays. この10年間というのはその植民地主義者たちというのも非常に富を得てパワーを権力を持ちましたので、今度はまた違う考え方を持ち出して、異国の植物を自国に持ち込むということは危険であるというようなアイデアを、構築しました。でいくつかの特定の、外国種の植物というのは植民地主義者であるかのように侵略者であるというような位置づけをして、ま、禁止を持ち込みを禁止し始めました。で農業を、破壊するものであるというような位置づけなんですが、それに対して厳格な法律を、制定して、そして植物や種を規制するようになりました。ただ移民の皆さんにとってはその自国の植物を持ってくるというのはその自分とのホームとのつながりを持つ手段でもありますし、異国でサバイバルをするための手段でもあります。でそれを持ってこれないっていうのはすごく辛いことでもあります。ですので植物を一つ取ってもその中にはすごく多層な深い層があって、でガーデンこの庭のプロジェクトをやりながらそのベトナムの人たちが集めていった植物というのを見ていって、いろんなベトナムのコミュニティがあらゆる植物を栽培して収集しているんですね。でそこで一つの社会的なソーシャルプラットフォームを作って、そこで植物を集めて、で人々がそれを植物を囲んで一つの集える場を作って、でリソースを共有して人生について話し合って、お互いベトナムコミュニティの間でお互い助け合うということをいろんな国でやっていくというプロジェクトを始めました。そこでは植物について、それにまつわる政治についてもテーマとしています。
Sorry to talk too long, so I have the last sentence that this is the garden I built last summer in Kassel, which contributed by hundreds of Vietnamese people around Germany. They send their seeds, they send their plants, they send their stories. Also, they come to help me to build the garden because I don't know how to grow the plant in the new country. So they come to teach me. So it's a sort of process of learning and then exchange each other. I really appreciate that and I learn a lot from my work. So that, thank you very much.たくさん話してしまいましたが、一つだけ最後にお話したいと思います。この見ていただいている写真というのはドイツのカッセルで作った庭です。で、ドイツに住むベトナム人の人たちから、種、そして植物、いろんな、ストーリーもいただきました。で、皆さんがこの庭に来てくださって、私はその外国でどのように植物を育てればいいのかわからないので、そのやり方も教えてくださいましたし、そのプロセスの中でたくさん学んで、そして、交流もできましたし、私の仕事に、私のこのプロジェクトについてもたくさん学ぶことができました。神さん、ありがとうございます。で、ここで、福住先生からもぜひコメントいただきたいなと思ってるんですけど、今回数あるアーティストの中からマミーを連れてきて何をしたかったのかっていうことについて軽く補足をさせていただければと思うんですけど、やっぱり生活ですよね。本当にリアルな、食生活、そういう意味では、政府が滅んでも国家がなくなっても首相が万が一失踪したとしても味噌汁の味は変わらないわけですよね。そこってすごい重要な部分だと思ってます。そういったところから、自分たちの生存のあり方、性のあり方っていうのを考え直したい。で、一つ、二つですね、私はマミの作品を見て、感動しているというか、感じるものがあったっていうのはやっぱり一つ、やっぱ植民主義に対する激しい怒り、そしてそれがまだ経済植民地主義として現在も残っていると。特に1994年ですかね、日本がベトナムを侵略した、諸説あると思うんですけど大飢饉が生じていると。で、たくさんのベトナムの人が亡くなったと。それは別に日本軍がどうだったかっていうのは分からないんですけれども、それに対する怒り、そしてその時にご飯がなかったっていうことがすごく、文脈として重要なところなのかなと思ってます。で、現在やっぱり産業の問題、私も法律の仕事をやってる身として法律の問題で植物を入れることができない。で、それを超えて、植物を日本に持ってきて拡散して、これはささやかな侵略行為なのでしょうか、そうじゃないのでしょうかっていうのは一つ大きな問いだというふうに思います。で、そして最後にもう一つお伝えしたいのはやっぱり同胞愛ですね。彼ら、今回のプロジェクトではたくさんの永田、泉佐野、貝塚に行ってこのような形で植物を運んできたものがそちらに、ございます。私は普段法律の仕事をしているので、なかなかこういう仕事をすることはなかったんですけれど、穴掘って、畑から、植物を取って運ぶっていうのはすごい、なかなかしない経験で大変だったんですけれども、そういう意味ではすごく仲間の方々、今日来ていただいている高谷さんとか、協力してくれた方々から、植物を、お預かりして、展開をさせていただいているというような形に、なってます。で、その同胞愛っていうのはそのベトナム人の方だけじゃなくてやっぱ植物も含まれてるっていうふうに考えると、まさに先ほどお伝えしたアニミズム的な視点とアナキズム的な視点と、そしてこの作品をアートと呼ぶのかどうかわからないですが、すごく深いところでつながってるんじゃないのかなっていうことが、昨日ご飯鍋パーティーしながら感じられるような作品だったんじゃないのかなというふうに私自身感じているというところです。福住先生、すいませんがコメントをいただければぜひ限界芸術なのかこれはとかどう思いますかとか、あと日本での限界芸術のプラクティスを踏まえて何か鶴見俊介の思想と何かつながることとかあったりするのかっていう点について少しコメントいただけると非常に嬉しいなというふうに思います。いや、限界芸術のことすっかり忘れてずっと思ってました なくていいですかねいや、すごい感銘を受けたというかすごい印象深かったのはまさにその前半の話じゃないですけど、その生命力の強さにすごく、東南アジアとか中国の、僕中国のとよく仕事をしたんですけど、その時によく強く思ったのはやっぱり生命力の強さが日本人と全然違うなっていうのがあって、
例えば日本はもう終わりだみたいな言説が広まって外国に逃げなくちゃいけないみたいな言い方がされるじゃないですか。でその時に外国語とその他その生活能力が必要だっていうことを考えた時に、さっき山本さんが言ったその味噌汁を外国で味噌汁を飲むためには、当然もちろん僕らは味噌から作んなきゃいけないですよね味噌作れるかなとかすごい心配になってしまって、他のお金を稼ぐとか外国語どうのこうのみたいなのはなんとかなるかもしれないけど、味噌と醤油と、塩は多分どこかにあるだろうけど、蕎麦とかね、その要するに日本の食文化を支えているものを外国でそのどうにか自分たちの自力で調達しなきゃいけないということを考えたときに、とてもその植物を使ってその同胞愛とかっていうところまでなかなか行くのは難しいんじゃないかっていう気がして、ちょっと僕ら皆さんどうか分かんないけど、僕は自分自身 の生命力のなさっていうのを今すごい強く痛感してました。だからそこがその今ご本人も言ってたけれども、そのアートかアートじゃないかっていうことよりも、何かその現実をこうサバイブしていく時のその何かすごく重要な、それを何て言うのいいのか分かんないけども、そのエネルギーのようなものにすごく今感銘を受けてました。ありがとうございます。本当に私もドキュメンタの会場に行って、目を切り離された植物と人間が重なり合いながら、まさに熊楠が言ったように、まさにこう根源的な何でしょうね、関係性を見せてくれて、すごくなんか小さな生活者としてすごく共感を受けたというところです。でもう一つちょっとマミさんに一つだけ聞きたいのは、なんでカラオケ持ってきたんやろっていうのは一つだけちょっと聞いておかなければならないところで、でこちらのなんでカラオケを持ってきたのかっていうことだけちょっとお話しいただければなと思っていて、やっぱりその西成の土地でも1980年代まではくしくもというかなくなってしまったんですけど、青空カラオケ、高段カラオケっていうものがあったんですよね。でなんかそれとすごくつながるようなことなのかなというふうに思っていて、なんでカラオケ持ってきたの？As I said before, my art making or art practicing is a way of learning. So I learn and also try to relearn and also try to work together with people from what I learned. So it's not, my work is not like something that could be the end. No end. It's the process, in progress. And during the time of researching in Japan, in Taiwan, in also in Germany, I found that so many, almost many Vietnamese people working very hard, and they spend most of the time at home. They don't go out. They work like 12 hours a day. They have a shop, they have a business, and then they don't go out because they want to make more money and working hard, because they also the other hand that they don't know how to enjoy the culture there. Is they still feel like they are outsider. So most of the time they spend to talk to the Vietnamese people, like their relative in Vietnam. And then recently they invent sort of online global karaoke that they can sing at home, like in a very small room, and even at their shop, because it doesn't make a sound, noise. So they can sing, but they can share to people, and they make a community that they can talk and be friends and sharing their feeling. So I found like this is really wonderful sort of survival mode that they have the idea that they feel like being together, but like in that condition of like, okay, they have no time. So I found that it's a very strong method. So I want to sort of celebrate or sort of cheers up with them. はい、先ほども申し上げましたが、私の後の実践っていうのは、学んでいくっていうことでもあって、人から学んでいって、そこからまた、さらに作っていくというプロセスがあるんですが、それはあくまでもプロセスで終わりがありません。で日本、台湾、そしてドイツでリサーチをしていた時に多くのベトナム人の人々に会ったのですが、もう皆さんすごく勤勉でずっと働いていて、ほとんど
家もうそれ以外がどこかに遊びに行くっていうことはなくて家にいる。そして1日12時間とか働いていらっしゃいます。で、まあ、仕事をする以外は、まあ、遊びに行かないのですが、もっともっと稼がなきゃというふうに頑張っていらっしゃる。で、そこの現地の文化を楽しむ方法というのもつながりがない、できないということで、もう外の人というふうな感覚でいることが分かりました。でベトナム の皆さんとお話をしていると皆さん本当にベトナムとつながっている感覚を持って生活されていらっしゃいます。そこで皆さんが何をしているかというとグローバルなオンラインのカラオケをするんですね。で家でもしくは自分の店で歌うことができますし外に声が聞こえることもないということで歌っていろいろ他の人たちとオンラインで共有してコミュニティを作っている。で友達になってお話をしてで気持ちとかも共有し合っている。それが一つのサバイバル の手段でもあるし素晴らしいなというふうに思ったんですね。で全く時間がないという状況下でまた人とつながる手立てでもありますしすごく強い、手段だなというふうに思いました。なのでそれを祝福したいと思いますしそれを応援したいという気持ちでこの展示をしました。So actually, this is I found that it's not really purely entertainment, entertaining sort of action. It's also like it's a way of creating community, creating a friendship, and being together. So I found it wonderful.カラオケという行為そのものっていうよりは一つのコミュニティの創造でもありますし友情や一緒にいるっていうあり方の創造がここに込められていると思います。まさにこう歌言葉限界芸術、まあ、それはアートというのか芸術と呼ぶのかわからないですけれども、まあ、本当にまあ生きていくためになんか本当に必要なことなんだなと思い、まあ、本当に昨日こちらでもカラオケしてたんですけれどもまさにそのように思いました。でちょっと時間もあれなので次にミャンマー行きましょうか。そろそろすいません、はい。でミャンマーについてはミャンマーからお話しいただければと思うんですけど、ミャンマーもイギリスの植民地、内戦がありそして軍政民政の問題があって、非常に特に表現行為が、まあ、制限されている場所だというふうに、理解しております。ちょっと資料をお出ししてお話しできればと思います。ちょっとまずミャンマーさん出しとくんで自己紹介先に進めてください。はい、皆さん、皆さんこんにちは。This is I'm thank you. I'm really thank you to the Aura Foundation and also to the study the Kansai Art Festival and director and also this Kokoro that holds this space. Thank you so much.ありがとうございます。今日はお招きくださった皆様そして大阪関西国際芸術祭でこのスペースをホストしてくださっている心本部に感謝申し上げます。はい、let's talk about the another story like, like not like Vietnam or maybe something we are in the South Asia so something we are very similarBut a little bit different about Myanmar and the also called Burma. We greeting Minglaba, Konnichiwa. So the slide here is that you will see the pagoda. It's a very very famous in Myanmar. It's situated in Yangon, a kind of landmark.So that's a name, Shwedagon Pagoda, name is Shwedagon Pagoda. Because I start with this slide because Myanmar is a country which is built by the religious. So Myanmar is kind of religious country.
So, founded by the monarchy system, founded by the king and the monk. So, king and the monk is kind of same power, similar power. So they are sharing power. So that is kind of like the religious and the political is kind of quite something different, you know. But in Myanmar, it's like kind of built by the religious. So, ミャンマーですのでベトナムとは異なるのですが東南アジアということで共通している部分もあります。で、ミャンマーに移りたいと思いますが皆さんこんにちは。この最初のスライドでパゴダ寺院をお見せしています。でヤンゴンの有名な名所でもあるんですけれども、このスライドから始めさせていただいたのはミャンマーというのは多宗教国とも言えます。でミャンマーの建国自体が王政そして、僧侶、要するに王様と僧侶が同じだけ の権力を持つ形で、建国されています。で権力を、共有しています。で通常は宗教そして政治というのは分権されているのですが、ここでは、宗教の力が介入していると言えます。This is the flag of Myanmar, and you may see the something what is look like the different the era by era. So by the according to this flag is this is one country, but different flag. So it means that something era by era change. The king also the who control the country is also change.So, it's like different kind of you know government system. So, the flag is the meaning of the system of that time. So it's like we are also the Myanmar is starting by the 13,000 years ago.Who are living in our lands, and the people who live in the country are also different ethnic group, nearly 100 of ethnic group. That ethnic group is meeting with different people from the immigrant from the different side. The west side, as we have see, the Bay of Bengal, which is opposite side of the India. And the east side is we are from the mountain area, the border of the Thailand. So it's like our country is kind of medium point of the, from the sea and the, from the mountain.ここではいろんな国旗が見えてると思うんですけれども、国旗というのも時代が異なるにつれてその国を牛耳る王様も変わりますし政治体系も変わってきました。でこのそれぞれの国旗がそれぞれの時の政治体系を指す物語るのですが、ミャンマー自体は1300年前に建国されまして、そこにもともと住んでいた土着の人間というのは100ほどもある民族によって形成されているのですが、そこが一つのミャンマーという国、その上に国ができました。で、さまざまな地域からいろんな移民がいるという形になっているんですが、西側にはインドの海がありまして、バンガロールとつながっている。で東側には山脈地帯でタイと国境との国境側になります。で海から山脈までに、その間に位置するのがミャンマーです。はい、This is my presentation is like going to something more pictorial, like I showing more picture, less talking. And so that is kind of
through my artistic practice. It changed like following the topic we talk. It's like how we make a meaning of the art, how we make definitions of art. It is very difficult to explain. And also, the one thing is a very rare chance to present in my country because of in Myanmar has a very few art presentation. So in our community is not so much listening from each other, but they see other work, not so much listen about behind the story of the work. So we are very, you know, kind of community, but it's actually not so much friendship or not so much sharing each other. It's like more warmly. So I feel that my art practice is very traditional because I'm attending the art school to learn the painting. And actually before the art school, I'm working with my father. My father is sculptor who making the bronze statue, also religious. He's making bronze statue, is Buddha image. So my young age is, you know, so many Buddhas around the world, around my place. And many Buddhas, big or small, it's like a sculpture. It's like an art. So my practice is, art is something like to worship, to pray. And also our community is something very obey to the king because of like our monarchy system is very strong. And the king is something like angry that he can make something order to death to someone. Maybe he is pure or not. He's do wrong or right things. So that is something very bad situation. My background, I mean, my community. ここからより写真を使ってプレゼンをしていきますので、よりどっちかというと写真重視で話すというよりは見ていただく形になります。私のアートの実践なんですが、私も同様にアートとは何か、どういった意味を持つのかという問いをしてきました。で、その定義というのは、非常に説明するのは難しいのですが、今こうやってお話しできるのは私の国の状況を考えるとすごく稀なことです。なぜかというと、ミャンマーではほとんどアートを発表する場がなく、そしてお互いがお互いに耳を傾けて、その作品の、はい、その裏側にあるさまざまなストーリーまで深く耳を傾けるという機会がありません。で、そのアートのコミュニティの中でも、その友情を培ったり、お互い共有し合うということがありません。で、私のアートの実践自体非常に伝統的だというふうに思っています。なぜかというと、芸術、学校で芸術を学んでいて、絵画を学んだという、バックグラウンドを持っているからなんですけれども、そのアートスクールに行く前には、父がブロンズの彫刻制作をしている彫刻家だったので、とはいえ彫刻家というのは、宗教的な彫刻、仏像、ブロンズの仏像をたくさん作っていたんですね。ですので小さい頃からもブロンズの仏像に囲まれて育ちました。それが私にとってのアートの環境でした。私の実践というのは、アートというと、もう本当に敬意を持って手を合わせるものというふうに位置づけています。私たちのコミュニティというのは、一つ問題として、まず王様に服従するという文化が根強くあります。王権制度が強いので、例えば王様が怒ったら何でも指示できると、その
人が全く純粋何も悪くなかったとしても何でも支持してもいいといったような文化があります。それはまあ悪い、文化でもあると思いますし、自分のコミュニティの一つの、背景としてそういったあり方があります。はい、after my art school I attended the university to learn the sculpture, but it's very different my childhood sculpture. It's something more modern. It's a more, you know, likemonument, making monument sculpture. So like in my country, the sculpture that is like making modern art, but it's no actual modern art. It's just making the, you know, propaganda, the statue propaganda that, you know, like the someone who control. So, I'm always run away from the tradition, because of tradition is something pressure to and also limit to my personal expression. So actually my first contemporary art practice in 2010 in Fukuoka. So I applied to Fukuoka residency and I'm lucky I have the chance to create and to learn, and also the first time of the abroad, my experience on abroad. So I found something, it's very, very different, the understanding on art. So I create this work. It actually is, I create in 2008 in Yangon, before the Fukuoka residency. You may see this work. It is actually, I use a space. I use a space. That this space is something, is like kind of gallery, but it's, I like to use the, inside this room, space, instead of the wall. So, also the other thing is like, audience can be compared with the artwork. So it is like, yeah, it is like kind of the marginal art, because in the margin, you know, like artwork and the artist, artwork and the audience is more vice versa, you know, like in between the artwork. So this is kind of, for example, I use a, you know, like a paper, you know, paper getting like a human shape is actually a different sort of human shape. But actually that time, 2008, is very recently before, very recently after the Saffron Revolution. Saffron Revolution is kind of monk, activist, monk against to the government. So the all the monk all over the country, they are walking together like strictly on the road, on the city or road. So in firstly, the military is like no any action, but later they shoot. So all the monk like violently, some monk is dying. It is quite big violence in Myanmar. But actually that time is 88 uprising is more than big. So I mean, in Myanmar is many time violent, you know, against, you know, happening, a big happening of the countrywide uprising. So it's like my practice is like kind of, you know, kind of leaping year mean the in gap between the, you know, the 1 or 2 year is gap, no work or no any new work. It's like gap meaning in like a coronavirus era, we are like a stay home and no any work. So like 2 or 3 gap in my practice, so like not so developed.
the art system and also individual practice. アートスクールに行った後には彫刻を大学で学びました。でそこでの彫刻というのは私が育って見てきた仏像ではなくてもっと現代的なモダンなものだったんですがそれも、まあ、彫刻といってもスカルモニュメントのような私の国では現代芸術というよりはそのプロパガンダのための肖像だったり彫刻を作る、支配の、手段としての彫刻がありました。で私は常に伝統から逃げるという形をとってきてなぜかというと伝統というのは圧力を持って制する、そして表現の自由を制してきたからです。私が最初に現代アートのを実践を始めたのは2010年に福岡でのことでした。で福岡でアーティストインレジデンスに申請してで幸運なことにその実際レジデンスに、はい、をすることができたのですがそこで、クリエーションをして学ぶ機会を得ました。私にとっては初めての外国での経験でした。そしてアートに対する考え方というのは全くこれまでと違うことに気づき学んでいきました。この今お見せしている作品 Could you go back to the slides so people can see the 福岡ですよ。この作品というのは2008年にヤンゴンで福岡でのレジデンシーの前に作ったものだったんですけれどもギャラリーのようなスペース空間の中で壁を使うのではなくてその空間全体の中のスペースを使いました。そういったことを私はよく好むのですがアートというのは、私にとってはここに入って観客が自身がアートに照らし合わせて自分自身を見つめる機会であるというふうに考えています。そういった意味では限界芸術を通ずるものがあるかもしれません。で限界芸術のように観客と作品自体がお互いこう交互行き来するでアートとの関係性の狭間にあるというふうに思います。それがこの作品が一つの例です。で紙で人間の形を作っていったのですがさまざまなサイズの、側面の人間の形がここに見受けられます。で2010年にこのレジデンスをしたのですがその直前数年前にミャンマーではサフラン革命がありました。サフラン革命っていうのは僧侶が政府に政権に対して立ち上がってで全国の僧侶が決起をして行進をして道の上で行進して政権に対して反旗を翻した抵抗運動をした革命でした。で最初軍事政権は何もアクションを取らなかったのですがその後に僧侶を射殺していきました。もう全ての関わった僧侶たちが非常に暴力を受けてで大勢の人が死にも至ったのですがすごく大きな暴力的な事件ミャンマーではそういった事件がありました。で全国で抵抗運動が立ち上がって、そういった状況があるのそういった時折ミャンマーではそういった大きな、抵抗革命のようなものが起きるので私の作品というのも、ウルード氏ようなものでそういった、都市の狭間に作る2000年にの 2、3 年の間のそのウルード氏のようにそのギャップの、都市に私はプロジェクトを作るという、状況なのでアートのシステムとしても育ってはいないですし自分の個人のプロジェクトとしてもなかなか発展しない状況があります。はい、the thing you will see inside the human shape is a symbol of the Buddha life. And I will through artwork is just like more showing the picture. And I have to time save. So this is a Yokohama exhibition in Kokonatsu Bazaar, and I use the window is just like making of the shape of the home. It's like just something kind of dismantled home.
はい、あの、はい、ここで、見ていただいている形というのは、はい、国境を表しています。あのイメージをどんどん見ていきます。はい、横浜で、これはあの横浜のトリエンナーレですかね、出展した時のことで、あの窓にあのこうやってホームの形を展示して、窓という形で展示していっています。はい、So I like to make more to run through the photo. 写真を見てもらいます。はい。And I my art practice is most used using the light in the dark. So actually this walk is just a drop of water. It's like from the sky. So the inside the installation that actually I have no chance to.Create like that kind of walk in Myanmar, because of in Myanmar mostly gallery has no any dark room, no space for contemporary art. So like I use ordinary space. Actually, this space is just in the car for the car. So beside of the home is car park. Yeah.あの私は作品を作るときによくもうこのようにあの暗い、暗転した空間の中であの見せることがあるんですが、この緑の、作品というのはこれはあの光照明なんですね。であの空から降ってきた一滴の水のように、プロジェクションしています。そのインスタレーションの中あインスタレーションをするのにもなかなかミャンマーではやする機会がなくて、なぜかというとあのほとんどのギャラリーにはこのようなブラック、ボックスのような空間がなくて、でそもそも現代芸術のスペースがありません。ですのでここあのこの空間というのも実は車庫なんですね。車庫を使って展示します。はい、そうThis is work. For example, I like to go to the last topic about the public art. In 2015 and 2017, I have a chance to work in the public space. So this is very first time for me and also for Myanmar as well. For in Myanmar has no like public art festival like that.Because of that time is a new democratic government has elected and they have some power of country, the power of the country, just some percentage, not all, not 100%, but is they have a chance to control the system of the country. So that time is.Some space in the public, they wish to be like revitalized and more public, more happily, and connect each other. So I'm something very lucky for that chance to create that kind of public art. So what I do is the space I change to the bridge. This is the site of the main spot of the violence, military shooting the protests in the protests. So some people die here, and so I choose that location to create like something different, you know. So that is kind of the.Making decoration, it looks like decoration, but it's just like, you know, the people is something, you know, something, no, it's like no ordinary, so something strange, and more communicate each other with this work. So in this
public art festival, I have a chance two or three work because of, like, I'm a curator of the public art project. So I create with my art student. So I have an educational program. So I invited the young student and they collaborate. It's like a collective work. So this chance is really a big for me, and I, you know, more apart from the art practice. So, yeah. 最後のトピックに移っていきたいと思いますが、まずこれは公共アートのプロジェクトです。2015年から17年にかけて公共スペースで作品を展開して、私にとっても初めてミャンマーで公共プロジェクトに携わりました。ミャンマーでは公共アートのフェスティバルというのはなかったんですね。で、新しい民主的な政権ができて、そこで、まあ、100% ではないのですが、国のいくつかのさまざまな、ものを司る、権力を得たので、そこで、パブリックスペース、公共スペースを使って、そこを活性化させて、さらに公共性を持って人々がより幸せというかハッピーにつながるようなプロジェクトをするということで、このような公共アートフェスティバルができて、私自身これに携わる機会を得たのは非常に幸運なことだったのですが、このスペースというのは私が選んだスペースなんですが、ただの If you could go back to the bridges、橋があるような、に見受けられるかもしれないんですが、ここは実際デモで大勢の人が、射殺された場所でした。で、ここを選んだのは、デコレーションのように見えるかもしれないんですが、ここに来ると何かちょっと普通とは違うものがあるという感じのインスタレーションになっていて、人がよりコミュニケーションできるような仕掛けがここに導入されています。この公共アートフェスティバルの私はキュレーターでもあったので、私の教え子たち、学生たち、若い学生たちに関わってもらって、このコレクティブは一緒に作品を作るという仕組みでこの作品を展開しました。 So I'd like to conclude with this last slide. I have a chance to create, to communicate with the public. So whoNever known about the arts, and also something like I make the question for them: is art is how to definition for you, how understand for you, and maybe no art is maybe actual art is something like that. So I use the normal media. It's like this is a parasol using the.Like an umbrella. So this is traditional parasol from the lower Myanmar, and I use a speaker so people can sing like karaoke, and also people can loudly, or people can say something because of who inside the installation. It's like we call sound suit. SoBecause in Myanmar it's a very noisy, very loudly, but people cannot express their inner feeling, inner voice. So that sometimes this speaker can be recorded. So the all people is which voice is from who, so they don't know.So like that, something kind of the, you know, in society is something different. Oh, what is art is like that? And this is the idea of our collective, of my project, SOCA, School of Contemporary Art. And also this is, I use the spoon. Spoon we every day use for the food. The shape is like a wings, but inside the wing is you may see this is like a portrait of the
figure. It is four people all together looking to the sky. So this is like a portrait. And You could go back to the umbrella.はい、あの最後に、まあ、この公共アートのフェスティバルに関わる機会を得たのは私にとってもすごく大きなことだったんですが、私にとっても公共の皆さんとコミュニケーションをするチャンスでもありました。で、皆さんアートが何かっていうのを触れたことがない、方々に対して私が提示した問いというのは、あなたにとってアートとは何ですか、その定義は何ですかということです。で、アートにはもしかしたら定義がないんじゃないか。で、この素材としてはパラソルを使いまして、これは伝統の、まあ、伝統傘なんですが、マンマーの定地でよく見受けられます。で、ここにスピーカーを設けて、カラオケのように、まあ、スピーカーを通して声を上げることができるんですが、時々こうレコーディングをして、レコーディングされたものが響いて、これが誰の声なのかもわからないということが、まあ、響き渡るんですが、ここではミャンマーでは非常にこううるさい文化があるんですけれども、実際に考えていることだったり本当の気持ち、内面の声を上げることができない状況があります。そこでそのようにわからない誰かの声が響く、この社会の中には異なる多様な声があるんだということがに触れることができる、そういった、仕掛けでした。はい、そのコレクティブについてなんですが、私が携わっているスクールオフコンテンポラリーアート現代、アートの学校、大学があります。で、この、The Wind, Wind and the Spooning、 この、これは羽のような形をしているんですが、スプーンによって構成されています。で、その中では、ある人物の肖像のようなものが見受けられるんですが、4人の人っていうのが一緒になって空を見上げているようなになっています。 Thank you so much. ありがとうございます。ちょっと私の方で補足させていただく、今回のプロジェクトは、まさに民話ですね。今回はリアルな生活ですねからまた立脚したようなプロジェクトをやりたいなと思っていて、まさにそのミャンマーと大阪の民話を比べながら、その類似性とかを、これ調査した報告書というか、集めたものなんですけれども、それを皆さんに共有しながら今回作品を作ってます。で、なんとなく私は彼の作品を見ながらいつも思うのは、そういう意味ではある意味こう4回5回のポーランドの作家さんのアクティビズムの活動も全然それは否定するものでもないですし、ある意味活動としては素晴らしいと思うんですけれども、そういう罰せられたり投獄されるっていう背景もあるんだと思うんですけれども、直接的にその反政府的なことを直接表現しないんですよね。で、もしかするとここはもしかするとその鶴見俊介の議論とつながるかなと思っていて、いわゆるその実質的アナキズムって言うんですけれども、全く多分政府とか国家に期待していないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そういう意味ではどうやってその政府とか大きなもの、大きな太陽とかに守られなくてもどう生きていくのかっていうことをおそらく述べてるんじゃないのかなっていうふうな気がしてます。で、そのヒントが民話の中にはたくさん集まっているような気がしていて、例えば大阪城の虎とか見ていると、秀吉が大好きだった虎を犬が倒しちゃうとかっていう物語なんですよね。それって実は当時も秀吉に戦いを挑むとおそらく多分殺されてしまう可能性が高いと思うので、そうは直接言わないような形で一種の抵抗活動を行っているんじゃないのかなっていうふうに思ってます。福住さんどうですかね。もし何か最後ちょっとお時間超えちゃってるんですが、コメントをいただけると嬉しいです。すいません、皆さん長丁場になってしまっていて、手短にすごい面白くプレゼンテーションを聞きました。それ山本さんと同じようにその、政府ガバメントとの距離感っていうものがすごく僕は気になっていて、最初にそのアンブレラの、その写真を見た時は、
ある意味その虐殺の現場の記憶を、消去したりその抑圧したりする方向にその美しい傘というものが利用されるんじゃないかっていうふうに懸念したんですけども、その後でそのボイスのスピーカーの作品がある意味セットで作られてるわけですよね。だからそこでその、声なき声をその社会にこう届けるコミュニケーションの手段として作られてるっていうのが分かったので、その懸念は払拭されました。だから そこで山本さんが今言ったようにその直接的なその抵抗とかその反対という手段ではなくて、 どのようなその距離感で制作アートの作品を作られている、特にそのパブリックでやる場合というのがすごく僕が 気になって聞きたいなと思いました。まさにちょっとそこをミャッテに聞いてもいいんじゃないかなと今思っていて、よかったらぜひその国家との距離感みたいなものとか、なんでしょう、こうちょっと言い方はあれですけど、こう打倒軍政みたいな感じじゃないんじゃないかなと思ってるんですが、そこってどう思ってる、ちょっとすごく難しくてセンシティブな質問なんですけど、ちょっといただけると嬉しい。Thank you for this question. Yes, this is a very difficult question. And most of the situation, especially in art, is in Myanmar is something, you know, we have some way to go, you know, the road is very narrow and very, you know, not smooth. So many things or so many stone against for the walker, but we can walk some way. So like in Myanmar has no censorship for art right now. So in the history, they are very restricted the censorship for the art. Even the artists cannot be painting like a red plane. Or maybe the artist cannot be draw like a rose, the figure of the rose. So it is, you know, very simple thing, right? For the picture of the rose is something like maybe flower, but is they think that is the artist is you know, the from the National League of Democracy. So like it's very restricted. But for now, from the last 5 years, democratic government is control the country. They all take off that all of the censorship board, and unfortunately, currently last year, 2021, the military seized the country. Military seized the power from the elected party. So that the time is very, very, you know, very, you know, the time is really important. And at the midnight, they catch all the party member, and they see the parliament. So like, the time is like a dramatic. But I don't want to be much dramatic in my art. So like some artists maybe they create like a very straight, direct activists to the government. It's like making red things or, you know, a picture of the soldier with the gun, like, you know, in the pop art, like in the pop art. So actually for me is I don't want to make in the dramatic things, don't want to make a drama. And I like to find the way to they cannot control art, because that is one lucky thing for us is they didn't understand art at all. So that is the situation. Thank you so much for your patience. はい、ご質問ありがとうございます。確かに難しい質問、ご質問ではあります。で、ミャンマーでの状況というのはほとんどの場合アートにおいては何らかの形で、まあ、直接的じゃなくてもう本当にこう細い道でいろんな妨げがあるんですけれども、なんとか歩くことができるといった状況です。で、特にアートに対する権威
があるわけでは今はありません。歴史上、まあ、あった時期もありますし、そういった時にはもうあの壁を赤く塗ることさえ許されない、一つのバラを描くこともただの、 あの花を描くことで簡単なことかもしれない、すごくシンプルな風に見受けられるかもしれないのですが、例えばそのアーティストがあの民主党側、あの民主政権側であったらどうかというリスクがあった時期もあります。であの民主政権が政権を取ってから権益がなくなったんですが、ただ2021年に軍事政権がまた政権を取っ、なんだ、軍事政権が無理やり、このタイミングも非常に興味深いんですが、真夜中のに12時になって、そこから全ての民主政権の党員たちを捕まえて、そして議会を乗っ取りました。で、私のアートではドラマ仕立てのものを作りたいとは思っていなくって、他のアーティストたちは直接的な表現、例えばあの兵隊たちが、まあ、あの銃を持っているようなポップアートを作ったりする、そういったアーティストたちもいらっしゃるのですが、私にとっては、まあ、ドラマを直接的に描くということではなくって、あの政権が誰もがあのアートを支配できない、コントロールできないような形を見出したいというふうに思っています。であの一つラッキーなことに、この軍事政権側というのはアートを全く理解する能力がないというあの穴があるので、そういった状況の中にいます。ありがとうございます。そういう意味ではぜひあの3階のアウンミン、まさに現代だと1946年生まれのアーティスト、まさに最初言われていたその赤色そして金色の道を描いていて、おそらくそこに何かしらこう今アウンミャテが言ったことのヒントがあるんじゃないかなっていうふうな気がしてます。でちょっとすいません、時間が過ぎてしまって、まあぜひあのその終焉の今アーティストが昨年のドクメンタ15ベニスで、まあ、注目をされて、それが今中心に向かってやってきている中でどういうふうに思ってるのかっていうことを聞きたいなと思ってたんですけれども、ちょっと時間がないのでぜひ個別にまた聞いていただければと思うんですけれども、おそらくこういう限界芸術っていう、またこれも言葉で縛ってしまうことがどこまでいいのかわからないんですけれども、おそらく多分アートの多分芸術っていう多分この概念はすごくファンデーションの機能を果たしている。先ほどのボリューム1でのお話もあった通り、おそらくそこってすごく重要で、でそのなんかその根源的な力強さっていうのをすごく2人から感じるように私自身はあの感じた次第です。そのようなところですかね。じゃあ最後に鈴木さん一言いただきましょうか。実行委員会の鈴木さんがたまたまおられるので、ね、よかったら最後に一言いただいてクロージングとしたいと思います。はい、ありがとうございます。あのアートログの鈴木です。本芸術祭の総合プロデューサーを務めさせていただきます。でこの6回なんですけども、ね、これ本当にあの奇跡的な空間になってるなと思って、まあ、隣のなんか草むらとこのカオスな空間があのちょうどマッチして、まさにちょっとだけお話があった通りですね、カラオケもあってですね、あの昔天王寺公園にあった青空カラオケがそのままなんかこう拡張、そしてアートとして展開してるんじゃないかなっていう空間になったと思います。であのまあ、お二人も本当にあの素晴らしい作品を、ここで展示してくれたことを本当に感謝しております。まあ、この行為というか、なんかこれ自体がアートなのかどうかっていうのは本当によく分かんないですが、まあ、あの見ての通りなんか楽しいですよね。楽しんで多分楽しいのはおそらくその人間の本質的に求めている欲求にはかなってるんだろうなと思っているところです。だからこれがまあポリティカルなのかどうかはよくわからないですけども、まあ多分なんか正しいんじゃないかなって気がしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。改めまして、本日参加いただきましたツアンマミ、アンミャッテ、あと福住先生、あと通訳辻井さん、ありがとうございました。皆さんにあの盛大な拍手をお願いいたします。